公式戦初先発となった澤田幸太郎投手、3年が奮闘した。サイドスローから繰り出される緩急ある投球で、6回を4安打無失点。いつもよりテンポよく投げれたと充実感をにじませた。伊藤剛監督、49も、3年間コツコツとよく頑張ってきた。最後に野球の神様はいるんだなと、今日のピッチングは出来すぎのくらい完璧でしたねと力投を称えた。しかし8強では満足していない。